トイドールズ、トイドールズは1979年に結成されたイギリスのパンクロックバンドである。最初のライブは1979年10月20日、イングランドタイアンドウィア州サンダーランドにあるミルビューソーシャルクラブで行われた。通常、多くのパンクロックの歌詞は政治的なテーマであったり、社会的な怒りに満ちた内容になっている場合が、 多いが、トイドールズはそれらのパンクバンドとは一線を画したスタイルで活動を続けている。あくまでもパンクの美意識の範囲内で人を食ったような歌詞と歌のタイトルをつけることで生意気な若者たちの愉快なユーモア感覚を表現することが彼らの最大の特徴である。トイドールズは歌のタイトルに遠いを用いることがしばしばある。彼らのアルバムは 著名な楽曲のカバーを含んでいることが多いが、それらの曲はすべてパンクロック調のテンポに編曲されている。また、トイドールズはポピュラーソングのパロディも手掛けている。トイドールズのアルバムは覚えやすいギターリーフのイントロから始まり、最後はイントロを若干長くした終奏で終わるのが基本的な形式となっている。トイドールズの歌詞の内容は基本的に オルガの経験に基づいて作られている場合が多い。多くのメンバーは、それぞれのニックネームを持っており、彼らのトレードマークとも言えるコミカルな形の四角い、サングラスを常にかけている。グループ結成以来、通常はメンバー全員が常にサングラスをかけているが、アルバム、ワンモアメガバイトのジャケット写真では、例外的にサングラスをかけていない彼らの姿を見ることができ。 バンドは、ボーカルのピート、ズールー・ロブソン、ギタリストであるマイケル、オルガ・オールガー、ドラマーのコリン、ミスター、スコット・スコット、ベーシストのフィリップ、フリップ、ダグデールの4人組として結成された。ピートは、数回のコンサートを終えた後、自分のバンドを結成するためにトイドールズを脱した。ポール、ハド・ハドソンが一度だけボーカルとして、ピートの代役を務めた後、残された。 トイドールズの3人の中からギタリストのオルガがボーカルを担当することに決まった。ポールは1980年にバンドを脱退し、その後任としてディーン・ジェームズが1980年夏に4ヶ月間だけバンドに加入した。ちなみにディーンは後に1985年から1988年までベーシストとしてバンドに再び在籍している。 彼らは初期の頃は地元であるイングランドサンダーランド市で活動しており、最初のファンクラブも地元で結成された。当初は当時台頭してきたおい。パンクに分類されていたが、老い。パンクの典型的な特徴であるボーカルと共に歌う、シングアロングスタイルのコーラスを持っているにもかかわらず、彼らをポップパンク、または非装系パンクとして分類すること可能である。 トイドールズが多い。パンクに分類される一つの理由は、トイドールズの最初のイギリス全国ツアーを後にサポートすることになるなどの、多い。パンクバンドに深く関わっていた、イギリスのコラムニストが、トイドールズを擁護していたからである。1980年に、地元のビジネスマンから融資を受け、トイドールズのデビューシングル版となる、トミー・コイ・エスカーが発売された。 このシングル版の B 面に収録された曲は C-GOES-2 ーーフェノスであった。このシングル版は初回生産分の500枚をすぐに完売したが、トイドールズにはこれ以上のレコードを生産する資金的余裕がなかったため、このデビューシングルは現在ではコレクターズアイテムとて珍重されている。その後、彼らはイングランド・ダラム州のニュートンホール村に移住した。 このことを題材にしたのが、リビン・オン・ニュートン・ホールという曲である。1982年のクリスマスに、彼らは、イギリスの古典同様、ネリザ・エレファント原曲は、1956年にが歌った楽曲をパンク調にアレンジして、シングルとして発売した。ネリザ・エレファントは、イギリスのインディーズチャートの16位を獲得した。年に、彼らは、 初のアルバム、Dig That Groove Baby を発表する。この時点で、ガリーブシェルの手助けもあって、彼らはイギリス国内のメディアの注目を引くことになる。アルバム発表後、ヨーロッパとアメリカでツアーを行う。1984年11月に録音を取り直して再発売された。 ネリザ・エレファントがテレビ番組のテーマ曲として使われるとイギリスのシングルチャートで4位に入るという快挙を成し遂げた。その後、14週にわたりトップ100内にランクインし他のヨーロッパ諸国でもヒット曲になった。ネリザ・エレファントは合計約50万枚のセールスを数える。続くシングルとなるシー・ゴーズ・ツー・フェのエスは1985年4月に93位にランクインする。 トイトールズはレコードレーベルとメンバー構成を変えながらバンド活動を継続した。彼らはヨーロッパ、北米、アジアにファンクラブを設立した。フィリップが1983年に合体した後、ドラマーとベーシストは回転ドアのように頻繁な交代を繰り返す。1984年にピートがベーシスト兼ボーカリストとしてバンドに復帰するが1年も経たないうちに、 バンドから脱退してしまった。このことは、その後数年にわたり、オルガ・カズトが、バンドの大黒柱であり、そして唯一のオリジナルメンバーとなる、メンバー構成となることを意し、トイドールズの性格を特徴づけることになる。2000年に入ると、トイドールズは、活動を一旦休止する。その後、オルガは、日本のガールズバンドロリータ18号のプロデュースなどを、手がけていたが、 日本でのイベントで、米国、カリフォルニア州出身のパンクバンドと知り合う。2001年にオルガは、リッキーズのベースサポートとして加入し、リッキーズの世界ツアーにも参加した。また、オルガは2003年に、イギリスのパンクバンドのサポートメンバーとしても活躍する。2003年後半に入ると、トイドールズとしての活動を再開した。 1979年の結成以来バンドに在籍したことのあるメンバーは2008年現在ドラマーが累計14人、ベーシストは累計11人である。ドラムを担当していたマーティ・ユールは現在イングランド・サンダーランド市にあるホトラッツと呼ばれる店を経営している。オルガを除くとマーティがバンドに最も長く在籍していたメンバーであった。彼は バンドの歴史で最も長くプレイしていたドラマーでもあった。マーティの後にドラムを担当したデーブ・ザナット・ナットールはイングランド・ランカシャー州・ランカスターに拠点を置くカスタムオーダーのドラムメーカー、ハラペーニョ・ドラムス公式サイト・英語を経営している。トイドールズは1986年1月の初来日以来、日本での公演を頻繁に行っており、 来日回数はすでに12回を超えている。また、2000年からの活動休止時期に、日本のガールズバンドロリータ18号のルバム、制作並びにヨーロッパデビューに、プロデューサーとして関わっており、リビン LAA、ビガローカー、アルバム、アニバーサリーアンソムズに収録の、プロモーションビデオでは、ロリータ18のメンバーと共演を果たしている。日本語版公式ホームページでは、オルマが、 日本のファンに向けた日本語メッセージと直筆の日本語サインを読むことができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。